どうも、くつろぎです。今回も前回に引き続きノートルダム大聖堂を作っていきます。第8回目になります。前回の動画をまだ見てないよという方は前回の動画と合わせてご視聴していただければと思います。今回は左側の U の字の部分の続きを作っていきます。今回はさらに高さを加えていきます。のっぺり感は防ぎながらそれっぽくフェンスとか階段を使って壁を装飾していこうと思います。基本的には同じパターンを繰り返して作っていくので、パターンさえ掴んでしまえばあっという間に作れるかなと思います。もうすぐ完成します。早速続きを作っていきます。というわけで今回は高く積み上げていきたいと思います。今回は2つ長っぽい感じの柱というか大きな柱。まあそんな感じですね。U の字の出ている部分と言いますか、伸びている部分を作っていきます。まあ少しずつまずは高さを加えていきます。今、砂岩を置いている場所が一つの起点になっていきますね。で、一応柱を作るわけですが、まあ、4面 ×2 というわけで、8面同じようなパターンで装飾していきます。で、あとプラス1ですね。正面が3が入っているので。で、まずは生やすところに対して砂岩を置いていきます。で、こっからは磨かれた砂岩を置いて、その高くする場所と、バラ窓の場所の境目を作っていきます。まあ、これで少しは、なんか、こう、分けたぞ感が出るかなとは思いますね。今回の部分が終わったら、次回で最終回になりますね。最終回は本当にただ7個とか、ずーっと高さ加えるだけの作業なので、まあ、今回が言ってしまえば、まあ、装飾みたいなものは終わりですね。なので、ここまで来てしまえば、あとは、というわけで。で、まずは土台ですね。伸ばす場所の土台を作っていきます。磨かれた砂岩で。まあ、こんな感じで。まあ、内側の部分は磨かれた砂岩じゃなくてもいいですね。ホスト的にもったいないかなとも思いますが。で、こっち側も足していきます。で、同じような感じでぐるっと囲みます。まあ、あともうちょいで、というわけですね。これで土台ができてきた。まあ、そんな感じですね。なので、高さをそろそろ決めたいなと思いますが、まあ、ちょっとその前に、まあ、階段を足して、まあ、簡単な装飾。で、こっち側からもうついに、その装飾を開始していこうと思います。まずは、この端っ側の部分に、砂岩の塀を置いていきます。こっち側も下になんか台座ないんですが、同じパターンで、両端の部分に砂岩の塀を置いていきます。まあ、全部同じパターンでやっていきますね。よし。で、こっち側も見えない部分ではありますが、一応足しておきます。で、塀と塀の間に今度は白樺のフェンスゲートを置いていきます。この間ですね。で、これもまた同じように全部箇所やっていきます。まあ、砂岩の塀を置いた場所は全部白樺のフェンスゲートを置いていきます。まあ、ちょっとなんかカーブかかってんのは、なんかそういう仕様なので、まあ、たまたまというか、まあ、自分はあんま気にならないんですが、気になる人もいる場合は、どうやったら解消できるんだろうな。まあ、塀の数を増やせばいいっていう話ではありますね。まあ、そんなとこで。で、今度はもう起点を作っていこうというわけで、砂岩を4個ずつ積んでいきます。まずはこの高さが柱になっていきますね。柱というか、基準ですね。まあ、どんどん伸ばしていく、そんな作業ですね。まあ、結構大変ですよね。まあ、でかいからね、言うても。まあ、4つずつ。で、反対側を1本入れ忘れてますね、これは。こっち側もですね。こんな感じで。で、こっち側も4つずつ。ほんと積んでいく作業なんですが、まあ、なんかやった気になっちゃうんですよね、やっぱり。まあでも、まあゆっくりやっていこうと思いますね。4個ずつ置いていきます。まあ、正面は、ちょっと違うかもしれませんが、雰囲気が。でもやることは一緒ですね。
で、今度はここに対して砂岩の塀で、こう凹凸というか、ギザギザ風にしていきます。まあ全部一応やっておきますね。まあ自分はこういうの結構好きで、角に対して塀を入れるみたいなのが結構多いですね。まあそうやってやった方が、こうブロックの数多く見えるんですよね。遠目から見た時に、フェンスが入ってると、こう普通の砂岩を3個使っているんじゃないかっていう錯覚みたいなのが多少効くと思うので、なんか独特の違和感が作れるんじゃないかなと思いますね。で、この角の部分にも砂岩を足していきます。ただここが個人的にはちょっと今見づらくて最近は試している建築のやり方でやってんですが、で、この裏側ですね。こっち側正面は裏側という感じで、こっち側は角を取る感じですね。まあ全部やっていきます。まあ忘れたら忘れたでっていう部分でもありますが、まあ同じ高さまで積んでいきます。まあ見えない部分なんですが、まあつなぎ目の部分になるので一応はやっておきます。で、ここも裏側はこっちですね。正面は裏側を足します。こんな感じでだいぶ柱が立ってきたなというわけで、まあこれに対して今度は壁を作っていきますね。なので、まずは砂岩を3個ずつ積んでいきます。これ等間隔でまずは置いていきます。まずはですね。まあ、これが内側の内壁みたいな感じで、まあ、今回は凹凸をここの柱にもガーツリ入れようというわけですね。で、等間隔に置いたら、今度は白樺の木材を3個ずつ同じように埋めていきます。これが今回の壁のパターンですね。一つの。まあ、ずっとやり続けていますが、まあ、全部砂岩にするよりかは白樺を混ぜた方がいいかなと思います。で、今自分手持ちが白樺が先に持ってたので、白樺を先に置きますが、まあ、どっちでも一緒ですね。まあ、砂岩と交互になるように置いてもらえれば、まあ、どっちが白樺が多くてもいいし、砂岩が今回みたいに多いパターンでもいいし、まあ、どっちでもいいですね。こんな感じで等間隔で置いていきます。こんな感じで、とりあえず壁感ができてきましたね。で、角の部分、ここは白樺の木材を3個積みますね。まあなので4つ積むってことですね。同じ高さまで。で、これちょっと失敗しちゃったので取り直してるんですが、下に白樺入っちゃってたりとか、砂岩入ってたりすると思うんですが、ここ最初全部砂岩にしちゃってて、あ、ここ白樺にしなきゃいけないんだったと思って取り直してますね。で、1個目の部分は別に見えなくなる場所なので、この部分は見えないので、1ブロック目は砂岩だろうが、白樺だろうが、特に影響しないですね。なんだったら土でも石でもいいですね。まあ、こんな感じで壁を足していきます。内壁のさらに柱みたいな感じになってますが、まあ、こんな感じで晴れましたというわけですね。まあちょっとなんかよくわかりませんが、今度は装飾をしていきます。白樺の階段で交互に置いて、で、その上に対して多くのフェンスを並べていきます。まあ、こんな感じですね。まあ、先にフェンス並べた方がやりやすいというわけで。で、今度は砂岩の階段と普通の砂岩、交互に置いていきます。こんな感じですね。で、内側から、こう、白樺の階段とフェンスゲート。これは今回の壁のデザインですね。これを全部あと何面かやっていきますね。6面か7面かぐらい。白樺の階段を置いて、上は多くのフェンスですね。やってることすごい単純なんですが、これがね、意外と量が多いから。で、階段と普通のブロック置いていきます。まあ、一応壁のデザインなので、この部分だけなんか他の建築に使いますも、まあまあありかなとは思いますね。ただ今回壁って言っときながら、必要な奥行きが3ブロックなんですよ。普通壁作る場合1ブロックで済むんですが、大体の場合は。
でも今回は自分のこの建築希望だと結構大きくなるので、がっつりこっち側の壁としても奥行きというか凹凸感入れちゃって問題ないかなと思いましたので、3ブロック必要にはなりますが、まあそれもそれでいいのかなとは思いますね。建築規模が大きければまあ何やってもまあいいかなとは思いますね。まあ、内装も小さくできるわけだし、今回は内装は本当は後になると思いますね。まあゆっくりやろうというわけですね。で、この部分がちょっと曖昧というか、要は、正面の部分の裏側になるので、ちょっとだけどうしようかなという部分ですが、まあ、そのままパターンは継続していきます。なので、こっち側も階段を置いて、階段をなんか上下と言いますか。まあ、回数というか個数か。個数は一緒なので、まあ、なんとかなるかなと。で、フェンスは伸ばしちゃってもいいかなとは思いますね。まあ、こんな感じで、まあどうせ見えない部分だからっていう自分の場合ですが、まあぐちゃってやっちゃってもまあいいかなと思って、階段が全然置けないというか、スロットが合いませんね。こんな感じ で、まあ先にやるよりかは全部やってからの方がいいのかなとは思いますね。白樺のフェンスゲートを行っていきます。なのでとりあえず、まあ、放置しといて、まあ、他の場所は同じパターンでできるので、先にこっち側を全部やっていこうかなと思います。まあそんな感じですが、まあどうなんだろうな。最近でもふと思うのが、最近建築に限ってはなんか説明する必要あんのかなって最近ちょっと思ってきましたね。テロップだけでいいのかなとか、その辺の塩梅も難しいですが、まあ、なんかご意見があれば入れてもらえるとまあ助かりますが、まあ、同じパターンですね。なんていうかな、なんか分割してあげるよりも一本ドーンの方がいいのかなーって最近思って、ただ1時間2時間喋りっぱなしっていうのはやっぱちょっと無理があるなーと思って、どうしようかなーと思って、まあ、そんなこともまあおいおい考えつつ、まあ、ついでに装飾しようと思うので多くのフェンスを置いて、でここの正面の部分もなんとなく雰囲気は変わるんですが、同じことをやっていきますね。まあ、階段を置いて多くのフェンスを置いていきます。でここつなぎ目になるので、っていうか埋めてなかったので埋めておきますね。で今回はほんと先に多くのフェンスからやんないと、フェンスゲートを張った後にやるとめんどくさいんでね、なんかフェンスゲートに座れちゃうんだよね、判定を。まあなんとなくでやっていこうかなと。同じパターンなんですが、なんか正面の時は雰囲気が違うものを作っているように見えちゃうんですよね。なんでかわかりませんが。で、階段。こんな感じで。で、あとはゲートを置いて。まあ、こんなんでいいんじゃないかなと思いますね。で、あとは帳尻を合わせようというわけで、ここの正面。ここが裏側から見える場所っていうか、裏側とどう帳尻合わせるかなんですが、まあ結構いい加減でも、まあ裏側見る人そんないないと思うので、まあいいかなと思いますね。まあそんなところで、一応はこっち側っていうか正面の見た目を優先したいので、まあ、正面の印象が崩れないように、一応こっちも似たようなパターンはつけていきますね、階段で。で、こっち側も白樺を等間隔で置いて、で、間左岸っていう感じですね。だからこっちだと1マスでやってるんですよね。でもまあ雰囲気は合うからいいでしょうというわけですね。まあ、こんな感じで、まあこれで壁になってるからまあ違和感ないしいいんじゃないかなと思いますね。で頭に階段置いて、であとは同じパターンですね。ここだけちょっと異質というか違うんですよね。まあ、裏側があるからなんですが、まあでもやることは一緒であると。
まあでも自分の場合はやっぱりこういうのは壁建築っていうか、結構壁だけのものを作る人って結構いるんですよ。素材集みたいな感じで、壁の作り方じゃないけど、でも自分の場合はまあその壁の作り方を教えてくださいって言われたりするコメントもいくつかもらいましたが、建築に合わせてやった方がいいと思うんですよ。収まらないから基本的に壁だけ見せてもそれを使ってどうこうっていうのはなかなか難しいから、まあなんか使える部分は使ってもらえればいいと思いますが、だからまあこの大きさで作りたいけどここどう装飾しようで今回は作ってみましたね。まあなんか持っているものがあるというわけではなく、であとはもう終わりだというわけで、石ブロックで頭を、フェンスの頭を隠して、ついでに内側も埋めちゃおうかなと思いますね。内側というか、なんというか、まあ、ここまで来てしまえばもう装飾はないですね。装飾っていうか、なんかごちゃっとしたものというか、そういうのはなくなってきたというわけですね。まあ、ほっとほっとですね。今回と前回が多分大変ですね。だからなんだろうな、第1回第2回目っていうのは割と作りやすいと思うんです。素材さえあれば本当それね、思いますね。本当素材は申し訳ないですというところはありますが、まあ、しかじか自分も久しぶりにまたサバイバル配信、サバイバル動画挑戦しようかなと思いますね。あまり評判良くないかもわかりませんが、まあ、やるだけやってみようというわけで、今回はここまででいいでしょうというわけで、ご視聴いただきましてありがとうございます。今回の建築が参考になったよという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。感想やリクエストのコメントもお待ちしております。次回は一気に仕上げていきたいと思います。ではまた。